デートって何すんの？エロいこと？聞きたいの？しょうがないな。その顔、お花育てたりするのよ。女の子らしいのよ。ヤシロはエラ呼吸が恋しいんだね。おいで白状台、魚の餌を買いに行こう。わーい、トイレ掃除だ。ヤシロー、こら、よりしろ破壊、お疲れ様。学園の平和を守られた。死刑の、まあまあ、もういい、さよなら。わー、嘘嘘、男の子の花子さん、かっこいい。かっこいい。それじゃあ、お名前と願いをどうぞ。ホワイトインフェルノのこと。ごめん、なんて？存在感が薄くて、私より背が低くて、あと意外と喧嘩が強い。それは花子さんとトイレ掃除か、一人で書類整理だったら書類整理の方がいい。やりすぎた。失敗。ねねちゃん、やしろもエロ大根。健全な花子さんだからなんで俺を挟むんですか？だってヤシロがしつこいから。だって花子くんが教えてくれないから。源先輩、源くんボタン取れてる。お、本当だ。私のボタン使って。切り替えてこう。おお、分かった。私頑張ってみる。おお。私、今が花の盛りなのよ。青春は短いの。せっかくチャンスがやってきたの。チャンス？へえへえ、わかってますよ、七番様。我らが主会の客人に手は出しませんさ。源くんのボタンになるの？超いやらしいもん。ちげえ。もう、二人とも。仲良く。はい。被害は全部妄想だ。やべえ。先輩、兄ちゃんと交換日記なんてしてたんすね。先輩、くそ、よくも先輩を。とどめ刺したの少年だけどね。何これ、こけしで、ちょっとエロい。条件、お前らの個人的な秘密を教えろ。だよ。うん、ああ、そうだった、花子の野郎。俺、飲むなって呪われるって。花子くんのことだけ探そう。いた、紛らわしいのよ。ごめん。山吹、寄せよ葵、みんな見てるぜ。何してるの？やしろ！どうすか？どうすか？すぐ顔に騙されちゃうでしょ？それはいい。